FM 大阪からお届けしています西国33所トリップアラウンド33今週は第30番竹生島宝ん寺さんをご紹介します。まさんんででですすすねねね来したお寺わなななそううていうかな

周囲2キロの小さな島でございまして民家は一軒もございません。黄厳、はいえー、寺さんと竹生島神社さんだけがありまして、えー、神さんと仏さんだけが住む聖、まあ、域の島ということでございます。はいえー、国の名称指定および史跡に指定されておりまして多くの観光客のお参りの方とかたくさんおいでになるという島でございます。でも私 もうちょっと船で行ったら近いかなと思って、まあまあ結構変わり、かかりますよね、時間。かかりますよ。うん、三種十分かかりましたかね。そうそうこう1時間ぐらいかかります。そうですよね、はい、私は二十分ぐらいで、じゃあ、行けるのかなと思ったら。<laughs> そうなんですあれはまあまあかかるから、逆に本当に行ったっていう感じがね、はい、出ますよ。いややっぱよろしいね。はい、さあ、それでは歴史について。教えてください。はいえー、奈良時代、724年でございます。うん、ええー、聖武天皇さんの夢枕にですね。 天照大神さんが現れたわけですよアマテラス大神さんが現れまして、はいえー、お告げがです、ね、ありましてで行基菩薩を使わしましてお堂を建てさせたのが始まりと伝わっております。はいえー、行基菩薩は早速です、ね、弁天山のお像を掘、ねえー、りましてご本尊として本堂に安置をしたということでございます。はい、でその翌年 えー、観音堂の混流がまあ発案されまして、えー、そしてその後その意思を継ぎました阿、えー、井の大陵が千住観音さんを安置したと伝わっております。うん で要するにお寺の御本尊弁天弁財天そうなんですはいお寺のご宝蔵寺さんではね御本尊さんは大弁財天と呼ばれておりますはいあの江ノ島ね神奈川県の江ノ島とああ秋の宮島広島県ですな日本三弁財天の一つとも言われておりましてその中でも一番古い最も古く建立されたのがこの筑部島さんの弁天さんでございます弁天さんはあ七福 個人のね。 えー、一人でございましてね。たはい、で、この人の汚れを払いまして、まあ、風紀ですな、うん、あの、富とか、たっとの、風紀ね。あと、名誉、お、服従、あと、愛嬌、縁結びの、特に子孫を、恵む神様としてですね。で、また、あの、芸能の神さんなんですなさんね。弁天さん。弁天さん、あの、弁天さんはね、あの、琵琶を持っと張ります。あ、もっと張ります。はなので、あの、芸能の神さんということで、まあ、芸妓とされている、あの、芸妓さんとか、舞妓さんとか。あ あの伝統芸能系の方とかもねそうなんですがたくさんねそういう新人がありましてお参りされているということでございます。はい、でこの弁天さんでございますが秘仏でございましてね、うん、60年に一度ご開帳されてます60年に一度だか,だからもう一生で2回見れる人はもう、えー、なかなかね。かそうです時に

はい、もうご存知の方はいったはったかもしれません。でもさ、さあ、三十七年は三十七年でやるんですね。ね、はい、そうなんです。二千三十七年はお扉開きます。今から六十年は私も間違いなく死んでるんで、ちょっと無理かなと思ったんですけど。三十七年ならなんとかね、ねあ,あの生きながらえたいと思います。二三年。 そうですね13年いけるいけるいける頑張りましょう頑張りましょうねまずはそれを目指しましょうで西国のこのご本尊さんとしてですねここの観音さんもおられるわけでございますけれどもこの西国のお札所のご本尊さんは千手観音さんでございまして先ほどね観音堂作られたというふうにお話ししましたけれども身の丈がね約1.8メートル。 の観音さんです。すらっとした感じですね。で、実はお寿司の扉よりも大きい。これは困った。はい、どうしましょう。つまり、先に観音さんが安置されまして。 後からら周りを囲むよううにお寿司が作られたいうことといこなんですね。もう出さへんでっていうことですね、はいで。このお,お寺の御本尊さんのその大弁財天さんと同じく60年に一度御開帳される秘仏の観音さんでございましてえ弁天さんと同じく次回の御開币は2037年の予定でございます。 ここからですよ。大事なのは、なんだろう。宝厳寺さんの開宗1300年を記念しまして、記念して、なんと今年10月12日土曜日から21日月曜日までの10日間、うん、ご開帳されます。あ、そうか。弁天さん今年の5月で、でこちらの千寿さんは今年の10月。じゃあもう今年はラッキーやですね。そうですよ。10月も来月ちょっともう一月ちょっとね。もうあのね。 ちょうどえときちゃいますね。あそうね。10月の真ん中でね、もうあのこの、暑くもなく風もファーッと気持ちいい。暑くもなく寒くもなく。最高のシーズンですね。これはもうこのチャンスを逃してはございません。はい。さあでまあ先ほどからおっしゃってたように筑部島さんなんですけれども、神様と仏さんがいらっしゃるということで、あそうなんです。つまりは神仏集合の名残がまあ今も残っているところ。う度ございます。はい。現在ですね筑部島神社さん があるんんでですす、はい、このの神社さんの本殿ですね、えー、国宝でございますけれどもこの本殿はもともと方言寺さんの本堂なんですよ。本本殿が本堂要は昔は一緒やったんでねでそれを無理やり分けましたからね。で神社側と本堂あのお寺側になったわけですわ。 でえー、もともと法権さんの本堂が今現在の神社ご本尊さんの、まあ、そこにあの弁天さんが暗示されておったんですけれども、はい、まあ今言いましたようにね明治の1868年神仏判前令神仏分離令とも言うんですけれども、うん、これがまあ下りまして。 であの廃寺、お寺を潰せというそういう名学だったんですが、まあ、全国にいるたくさんの信者に守られまして本堂の建物のみが神社に引き渡すという形でうまあ話が収まったんですねだからその潰すんじゃなくて、うん、じゃあもう神社さんに引き渡しますそうですす本堂を神社さんに渡ということですね。そうなんです で、ご本尊さんの弁天さん。どないしったんでしょう、はい。まあ、しばらく本堂のないまま仮安置されてたそうでございます。あら。ええー、で、ね、まあ、ところが昭和十七年ですか、結構経ってからですね。千九百四十二年、うんえー。ようやく現在の本堂が再建されて、えー、大弁財天さんが安置されたということでございます。ええー、もう、もう八十年近く。うん。仮安置やったんすな。ああ、そう、ほんで、ちょっとこう、うやっぱりだんだんほとぼり冷めてきた感じで。<laughs> まあね、で、対象になり、昭和になりみたいな感じで。そうですか、ほなね、ちょっとご不便おかけしましたね。昭和十七年と戦時中よね。要う、あの木とかありましたよね。大変ですよ。大変ですね。その頃ね、ほんまにね、なんか新しいもの作るのはなかなかね。大変やと思いますけど、まあ、皆様の思いが、やっぱり、いうことになったんでしょうね。はい。で、この法厳寺さんと、お隣の神社さんですね。これは。 つながってる、つな、はい、がってましたね。そうなんです。すリアルにつながってましたね。はい、私たちもバスは行かせていただきましたけども、あ,あの札所のご本尊さんのおられるあの観音堂さんね、あの千住観音さんを出でございます。この観音堂からですね、お隣の筑城神社さんの本殿までは船廊下でつながっております。うんうん、この船廊下というのは、えー、この豊臣秀吉さんが朝鮮出兵の折にですね。 ゴザブネという、まあ、船が作られました、はいえー、日本丸の船矢倉をそのゴザブネの、ね、日本丸の船矢倉を使ったあ利用してですね作られた、まあ、廊下とまあですから再利用っていうかな SDGs、えー、SDGs っていうかな日本丸の船矢倉をそのまま使っているというそんな廊下でございますねえだから歴史のあるということで <laughs> <え>ございますだからいろんな歴史がだからもうその秀吉の朝鮮出兵とかあとはその 明治の時代のそういう神仏集合うんぬんが飽きませんよってなったんとか、うんね、いろんな歴史がこの小さい島に凝縮されてるというね感じやなというふうに思いますね。ねということで他にも見どころがございましてはい豊臣さんの本堂はですね1558年火災で焼けてしまいます。残念ながらねところが秀吉さんの奥さん豊臣秀吉公の奥さんのネネさん<あ>い,いわネネさんの方ね 淀組の方ねによりまして復興さされたわけでございます、はいえー、さらに1602年、えー、豊臣の秀頼さん息子さんですな、はいうん、の命 <coughs> によりまして国宝の唐門と重要文化財に今現在指定されてますこの観音堂と船廊下が移築されております。唐、うんはい、門というのはね唐破風を持つ、まあ、門という意味でございまして、えー、秀吉さんを祀っておりました京都東山にあります彭国廟と っいうのがあります。豊国神社ってね。はい、あ,ねあの、京都の国立博物館のお隣でございますが、そうそうはい、あちらに、えー、ありました。極楽門を移築したものでございます。で、えー、近年ね、えー、まあその分かったのが近年。もともとは大阪城にあった。極楽橋が、えー、秀吉さん亡くなった。この葬られている報告病に。 移築されたという説が強くなっておりまして、うん、でもまあ納得の理由ですよね。はい、そうですね。うん、ええー、だから秀吉さん時代の大阪城の唯一の伝わってる建物というふうに考えられるということになってきていると、ね。そんな貴重なものさえもあると。はい、そうなんですよ。うんうん、ですから。 豊後二さん行ったら、うん、大阪城秀吉さん時代の大阪城の唯一の建物をね見ることができる、ね、だからあそこにある大阪城は別に、はい、秀吉さんの時のやつ、はい、じゃあまあねどう考えてもないですもんね、はい、あれ自体はね。はい うそうなんです。でまあカラモン観音堂いずれも平成25年、えー、2013年から令和2年2020年までの、えー、修理保存事業でまあ、うん、やっとこさまあ当時の姿がよりまあよりもよよみがえったというようなことでございます。こ、うん、れは見応えはそれはあ,ありますよね。さあ滋賀県琵琶湖城の地区島にあります宝厳寺さん拝観時間9時から夕方4時船の運航時間に基づきます。そうなんです。船がなかったら行ったり来たりできませんので, <laughs> そうです止まりないんでそうです。 入湯料は大人中学生以上600円小学生300円宝物殿の配管にはベッド大人300円小学生250円が必要ですアクセスは琵琶湖汽船の長浜港これが琵琶湖の東の方ですねそうですね今津港これが西の方、はい、または近江マリン彦根港これは東の方、はい、からの定期船があってそれぞれおよそ、まあやっぱり30分ぐらいかかります,すね好、ねはい、天時は 結構となる場合がございます。運航については各社ウェブサイトにてご確認ください。結構ね、これあの大雨とか風とか琵琶湖の状況によって変わりますんでね、あのしっかりと事前にお調べになって行かれた方がそうです。行ったは船は出えへんはいうことになるといけませんのでね。あの琵琶湖はあのご存知ない方には思った以上に広いです。そうです。なので荒れるときはバリバリ荒れます。海みたいな感じです。そうです。はい、海みたい。ちっちゃい海と思ってください。よろしくお願いします。 さあそれではご本尊のご信号をお願いします。はい、えー、千住観音さんでございます。恩馬ザラタラマキリク三遍を唱えいたします。恩馬、はい、ザラタラマキリク、恩馬ザラタラマキリク、恩馬ザラタラマキリク。今週は西国三十三所第三十番のお風呂所筑部島宝厳寺さんをご紹介しました。そして来週はなんと、はい、久々にゲストをお迎えする予定となっておりますね。お,はい、お楽しみに。